こんにちは、小夏です。今日も、昨日に引き続いて、あのね、頑張って車を発掘して松江に仕事に来てます。ほんでね、なんかね、昨日より今日の方がすごくて、いや、これなんか昨日さ、私がいや、これで収まるのかなとか言ってしまったから、ちょっとびっくりしてて動画を回してます。いや、なんかさ、この雪の量が、なんていうの、やっぱ昨日よりもなんかね、半端なくて、全然、もういろんなところで立ち往生してるので、いや、かなりやばいです。今日の方がやばいじゃんっていう動画です。だけ本当になんか、今日すごいから、多分明日もまあちょっと雪とかも残るだろうね。だけちょっと、まあ、この数日間は気をつけた方がいいかもしれない。っていうか、雪ね、この時にちょっと乗らん方がいいかもしれないですね。車が低かったりとか、四駆じゃない車はやめた方がいいかなと思います。まあ、ダケンってこのジムニーを過信しとるわけではないんですけど、でもなんか結構進める場所が多いので出れちゃってるんですけど、こんな感じでね、ここほら、三叉路でさえこんな風に雪がすごいんですよ。これって除雪が間に合ってないのかもしれないねえ。うん、わお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 。それでも、ここはでも少ない方だわ。もうちょっと入るともうダメだ。おお、ガリガリ、あー埋もれてる。いやこれすごいよ。ここですごいな。ちょっと待って、こっちに曲がりたいんだけど。いいよ。うわ、すごいわ。なんかね、車がたくさん通ってる場所は、まあ、雪がないとこはなくていいんだけど、なんかそのボコボコがすごいけんさ、逆にこっちの方が良かったりするのかな。あ、いや、そうでもないわ、そうでもないわ。いや、すごいすごい。あー、止まってるな。ちょっとあれはどういう止まりなんだろう。普通に電話してる場合と本当に動けない場合と全然わかんないから、知らん人に声かけれないし。こっちから行けるかしら。うわ、すごいね、この住宅。うわー、あんまりここ車が通ってなさそうだね。だけど、まあ逆になんかこうパウダーじゃないけどスイスイいける感じがする。うわー、よいしょ。ほっ、うおー、ここもすごいね。こっち一本、こっちに行くと9号線なんですけど、まあ、一本入って住宅街とかに行くと、まあ、こんな風に雪がボコボコになってます。あー、避けてくださった、ありがとうございます。わあ、かわいい雪だるま。うおー、これはなんか動画で伝わるのかな。このカメラのその水平時とか、そのなんていうの、衝撃の性能が良くなってて、あんまりその衝撃が伝わらないかもしれないけど、結構アトラクションみたいになってる。一回9号線に出ます。もう積もってる、アウディベンツのとこすごい。おお、傾いて止まった。ほい、次は9号線のところをちょっとずっと走ってきてるんですけど、渋滞が結構してますね。うん、結構混んでるかもしれない、こっち側をね。でも私の車線の方はそんなになんかスイスイだけどね、反対側はちょっと混んでるね。混んでるっていうか、まあ、みんながゆっくり進んでるのかな、うん、それを渋滞というのか。うん、おー、すごい混んでる。なんかニュースで調べたんですよ、今雪がどれくらい、その島根のこの松江市がどんくらいどうなるかみたいなのを予報で見たら、なんかこれからその
ここはそんなに降らずに、あんまりそのなんていうの、 JPCZ が散らばって、まあ、ここそんなにだよみたいな感じでニュースでやってて、そんなことないでしょうっていう今思いました。多分なんかね、あの山陰あんま降らないっていうか、その島根、ね、そんなに雪降るイメージがない人がすごく多くって、知り合いの人とかでもなんかそんなに降らないんじゃないかっていう風に思われてるんですけど、降るときはもうこんな風にもうめっちゃ降るから、だけそのみんなねドキドキしながらね、島根の人たちはねドカッと降るけんね、心を構えてるんですよ。いやーすごい、なんかさ移動してて思うけど、あちこち行くのも車も大変だけど、歩く人も大変だから、もう本当にね歩いてる人見るとすごく寒そうで、もう本当に大変そう。本当に今日も朝このジムに発掘するところから始まって、あのここまで来たんですけど、その発掘するのにもさ膝くらいまでもなんか雪があるから、もうやっぱね外生身で出るのは本当に大変、寒かったっていうか、寒いっていうか、まあでも発掘してる最中半袖でもいいかなぐらいの暑くなるけどね。あでもだんだんほら路面はまあここの道路は全然走れる感じになってます。すごい、今わかるかな、ここはニトリの前らへんなんですけど、まあ見たらわかるかニトリの前、あの鈴木自販島根さんの前の辺なんですけど、まあここの辺道路書いてあるので全然走りやすいです。うわー車が埋もれてるよ、すごい、真ん中に人がいるぞ、真ん中に。そうだよね、向こうからこっちに入ったりするときに曲がれなかったりするから、そう開けてくれてるんだ。そうだよね、すごい。なんか今さこうやって走っとると、その車線の真ん中にこうやって雪があるがん、よく家の前除雪車通ると家がこう門みたいに封鎖され、雪でこうガーって封鎖される感じで、あのなるんですけど、なんかその感じでこの中央のところにも雪があって、だからその反対側に曲がりたいとか、そういう時に曲がれなかったりボコボコってなって、なんかこうまたね立ち往生とかになる車もあるから、ああやって真ん中のところを除雪しないと、もうそのね大変なことになるから、こういうとこはまだ逆にその車が、あこっちの車線こっちの車線ってなって分かるかもしれんけど、うん、だけどねもう曲がれなくなっちゃうし、だからこの道路が全面きれいにファーって雪がなる魔法でもかかってほしいですね。だんだん声が小さくなる、うん、でっかいなんかザーってできたらいいのよね。いや難しいよね、除雪する方も大変、ここまで走れてるのがすごいから。はい、来た、曲がったぞ、うわおー、こういう感じだよね、ここで行けるって感じで曲がっても、その真ん中でボコボコってなるけど、なかなかちょっと進みなくなっちゃうからね。なんか雪の質が変わってきた気がする。あー出れるのかな、そうだよね、うどん屋さんも大変。 OKOK ってしてるけど、うお、なんかレーンができてる、レーンができてるの、これ、うわあ、でも、それでもまあまあ全然大丈夫だな、私的には大丈夫な部類。あのね、去年だったかな、あの宍道湖温泉駅付近の道がすごくてもボコボコだったから、まあ、それに比べたら大丈夫かもしれない。あ、でもすごいよ。手ぶれ補正がかかってるからカメラはあれだけど、はい、ということで
まあ、今回の今日の動画はもうとにかく降りましたって感じでニュースとかで出てる次の日が路面やばいっていうことを伝えたかったです。だけどちょっと動画撮ったんですけどこんな感じになるので次の日もその次の日もしばらくは気をつけてください、うん、なるべくそのもう乗らんでいいことがあるのなら乗らん方がいいかもしれないです、うん、自分が大丈夫でも相手が来るかもしれないから、例えばこういうなんか来るなって思ったら早めになんかこう避けて止まっとくとかした方がいいと思うので、うん、大きい車だったりね特になので気をつけてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 SNS もやってますのでそちらもぜひ見てくださいということでまたね。おーなんかここ綺麗なんか素敵ですね。ここもうちょっとだぞ。なんかここもすごそうだな。大変大変。うわ大爆発やん。